あ、マイクマイクマイク。はい、2019年7月23日火曜日夕方17時半を過ぎました。こんにちは、木村美香です。木村美香のラジオみたいなテレビ、ミカラジ TV スタートです。改めましてこんにちは。今日5時からの手探りアピースのピンチヒッターで喋っていたので、これライブで見てくださってる方はまたすいません、私出てます続けて の出演で申し訳ございません。青木さんと、青木プロデューサーと一緒に5時から25分間いろんなたわいもない話をしておりました。ぜひ皆さん後で動画ね見てください。結構ね面白い話をしましたのでぜひご覧になってください。そしてここからはミカラジ TV なんですけれども、ちょっとなんか今手探りアピースの時間と頭ごちゃごちゃになってて、ちょっと今ちょっとなんか、あ、なんか来ました。あ、お菓子いただきました。 ありがとうございます。ありがとうございます。何を話そうと思ったんだかなと思って、今日もいつもこう車で来るときに今日この話しようなんて思いながら来るんですけど、そう、先週ゆっくり食べる妄想デートして、こう誰とご飯食べたらおちょぼ口で食べられるなんて話を先週番組で私はして、私は先週は氷川きよしって言ったんですよ。氷川きよしがもし前にいたら私はちょっと おちょぼ口で食べるって、食べられる丼もちょっとお腹いっぱいってやるって思って、きっとでも今週もし考えたら違うのかもしれないってちょっと思ってけど、今浮かばないんだけど妄想デートは得意なのでそれをねするんだけど、でそこからゆっくり食べるっていう話から、ゆっくり時間を過ごすっていう話を先週して、で今週もねちょっとそんな話をしたいなと思って車でこう運転しながらゆっくり来たんですけど、今日ね朝茶碗洗お家で食べたお茶碗洗って洗いながら、どのくらい前、5年6年ぐらい前はこんなにゆっくり茶碗洗ってなかったなって私すっごい思ったんです。ふとなんかすごいいそいそ茶碗洗ってガチャ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 洗って、ガチャンガチャン、じゃあじゃあバンってバンバンって乾燥のところに置いてパパパって洗い物を終えるぐらいガチャガチャ茶碗洗ってたなっていうのをふと思って、で今日は本当になんか枚数が少ないのもあったのかもしれないけど、鼻歌歌いながらね茶碗洗ってたんですよ。で、あ、私鼻歌歌いながら茶碗洗ってるって思った時に、気づいた時に、あ、このゆっくりした感じをちゃんと自分で味わうことができる今ってすごい幸せだなと思いながら茶碗洗ってたんです。でそのさっき言ったその5年6年前はどうだったかっていうと、確かに時間に追われてましたよ。子供のことをやったり、自分もまだ会社勤めしてたから、とにかく時間に追われて家事をするわけですよね。だからシンクに茶碗も溜まってくけど、ちょっとまたいいや、後でいいやって言って置いといて、溜まったお茶碗を、ああもう溜まっちゃったからまた洗わなきゃって必死になって洗ってっていう、忙しくしてたのは自分だったのかもしれないなって。忙しいんですけどね、忙しかったんだけど、忙しいってやってて余計忙しくなるしっていう生き方をしてたなって思った時に、そのあの時は忙しかったけど今はあの時じゃなくて、今は今のペースを自分でちゃんとつかめてるかなって思った時に、あ、できてるなって思って、だからこう茶碗洗いながら鼻歌が歌えるってすごい幸せなことだなと思ったんです。でその鼻歌もね、例えばラジオ聴きながらやってると、ラジオで流れてる歌をふんふんって歌ってる時もあるし、テレビつけてたら、ね、CM の曲とか、あとなんか面白いセリフ言ったらそれをずっと言ってたりする時もあるし、でさっき5時からの番組の時もちょっと言ったんですけど、最近ちょっと少年隊の YouTube 見てるので少年隊の歌がずっと流れてるんですよ。だから何してても少年隊がずっと頭から離れなくて、最近ね少年隊を歌いながらねちゃんと笑ってるんですけど、ちゃんと歌詞覚えてるのね。あのほら明星とかにさ、前も言ったけど歌の本あったでしょ、あれをもう捨てちゃったけど取っとけばよかったなって今思うんだけど、それで、で少年隊も私ちゃんとテープ、あ違う、レコード、少年隊の時はレコードだった、レコード買ってたからちゃんとね歌詞も覚えてるわけですよ。出てくるよ、すごいよね、踊れないけどね
そう、そんな歌を歌いながら茶碗を洗えるこののんびり感、幸せだなと思いながら、で車もねちゃんと法定速度も持ってゆっくり来る来れるこの時間の余裕というか、それを味わえている幸せっていいなと思った時に、私料理はあんま得意じゃないんですけど、夢はこういうこういう主婦になりたいなって夢はあって、歩いて行ける距離にスーパーとか八百屋さんがあってね、今日安いのは何、あのサザエさんみたいなちゃんとカゴ下げるんだよ、カゴ下げて今日安い野菜何って言って、今日の安い野菜で晩ご飯作るみたいなのはねちょっと憧れがあるんですけど、今はその歩いて行ける範囲にスーパーとか八百屋さんがないので、どうしても車で行っちゃうし、車で行くとちょっと大量に買ってもいいかなと思って買っちゃうしってなってくると、まあまあね、いろいろ買っちゃうわけですよ。いろいろ買っちゃうから冷蔵庫もいっぱいになると、冷蔵庫にあるもので何とかしようと思うから、その都度その都度買い物行くことが本当になくなるから、どっちが節約なのか全然わかんないんですけど、でもね、将来そんな風にゆっくり買い物して、今日ある美味しい野菜でご飯作りたいなっていうね妄想はあります。でもこう家族が、家族でみんながみんな同じね、好み思考じゃない可能性もあるし、うち子供が前も言ったかな、肉を食べないんですよ。肉を食べてくれないから、肉焼けばいいだけだったら本当に楽なのに、肉油っぽいとか言ってね、アレルギーじゃないんですよ、めんどくさいの、この料理が苦手な私にね肉を食べないっていうね、子供のはね本当にめんどくさくてしょうがない、やるんだけどさ、なんかね、とにかく肉が、あのささみはいいんですよ、鶏のささみパッサパサのはいいんですって。だからローストビーフ、油もない、ローストビーフ誰か作って持ってきて、あ、ハピバナさんちに作ってもらえばいいんだ、ローストビーフ作ってくださいなって言ってすぐ人のお願いする油にないからすごい体にいい、ローストビーフね、じゃあ今度楽しみに待ってよ、分かった、寒い時期になったらね、今は暑くて怖いからねって言っとくだけ言っとく、叶うかもしれないから、覚えといてください、覚えといてください、なんならメッセージしますだってだからそんなね、のんびりした生活をこれからもしたいしと思うと、あの時のまんまのペースで今生活している人がもしいたとしたら、一瞬ちょっと立ち止まって、今のペースで生きていいんだよっていうのを自分に教えてあげてほしいと思うんですよね。歩くのもそう、先週も言ったけど歩くのもそうだし、食べるのもそうだし、話すのもそうだし、今のペースで生きるって自分にとっては時速何度だろう、何キロだろうってちょっと感じてみたりすると、もっともっとゆっくり生きていいんじゃないかなって思えると思います。子供がちっちゃいうちはね、そんなこと本当に無理だよ、本当に無理なんだけど、子供が起きる前、もう夏休み始まったもんだよね、夏休み始まるとさ、学校行くときはさ起きなかったくせに、休みに入るとすごい子供早く起きるじゃん、そうするとさ子供が起きてくる前にある程度のを片付けたいと思うと、お母さんもっと早起きしなきゃいけなくなったりするじゃんね、お仕事してるお母さんはさ、給食がないからお弁当用意していくとかさ、なんか簡単なもの用意してチンして食べるんだよってやっていくじゃないですか。そうすると夏休みって本当に実は忙しいんだよね、お母さんたちね、冷凍物うまく使うとかさ、なんかね、子供カップ麺喜ぶからね、多分ね、カップ麺もありかもしれないし、なんかそういう、上手な手抜きも必要だしと思うと、手抜きを考えるためにやっぱりいそいそ頭で何か考えてるとは思うんだけど、それも今年で終わりかもしれない、いや小学校が例えば再来年まであるとしたら再来年まで続くかもしれないけど、中学生になったら高校生になったらまたペースが変わってくるからっていう、そのペースをきちんと合わせて自分のためにね、合わせてあげられる生活ができたらいいですよねって話をしたかったことを、こうやって話してて思い出しました、よかったです、思い出してね。なので夏休み、そう、学生、高校生になるとまた高校生は高校生で夏休み忙しいしね、大学受験とかある人は夏期講習とかあって、一日塾に行くから弁当とかの人もいたりね、
なんかずっと忙しいよね。忙しいから夏休みっていいんだか悪いんだかしょうがないけどね。夏休みは今言ったんですけどね、すいませんお勤めしてるお母さんは学校の給食がないからお弁当用意したりお昼用意したりなんだかんだ準備することがあるわけですよ。そうなん、なんかね忙しいんですよ。夏休みの方がお母さん忙しいんだよね。ね、だから実家帰る確かにそうね。子供だけで実家に行ってくれたらそれはそれでじいちゃんばあちゃんはさちょっと大変だけど、お父さんお母さんは楽かも。そうね、実家が近いといいのか逆に遠い方が預けてなかなか帰ってこないからいいのか分かんないけど、そうかばあちゃん家作戦っていうのもあるね。それは確かにあるわ。そうか、夏休み中おばあちゃん家にお子さん預けられる人がいるとそれはそれでちょっと楽ですよね。おじいちゃんおばあちゃんはごめんねって感じだけどねね、なんか食費、食費ならいくらでも渡すからよろしくお願いしますって感じだよねそう、そんなんでね、あとあの今回メッセージテーマで夏休みのね学生時代の、私たちの学生時代にいやいやながらもなんとか頑張れた夏休みの宿題って何ってメッセージちょっとテーマをお願いしたんです。でこれね、なんとさんからいただいたんですけど、1研究の極意、自由研究のことなのと思うんですけど、誰もやらないだろう研究を簡単にね終わらせる。で穴だらけなの研究なんだけど銀賞だって、銀賞とか取ったんだって。さて何でしょう、何の研究なんだろうってことね。なんだろうね、私前でもちょっとねこの番組じゃない時にこのカメラの向こう側にねフリートーク席があるんですけど、そこで聞いたことがあるんだよな。なんか聞いた覚えがあるけど、送ったよ、はい送ったよって思いました今、あはい、ね、何の研究したかというと、川の水をあっちこっちから取ってきて空き缶の中で煮て塩分を比較するんだって。よくこれ思いつきますね。めんどくさかった、ね、研究がめんどくさくて、でもこれは思いつくってすごいと思うんですね。で、そうか、川によって塩分が違うってこと？あ、川は同じ？同じ川の海に近いところとか上の方とか中くらいのところとかで取ってそれを煮るんだ。缶を切って水を入れて煮て塩がどんだけ残るか。やっぱり海に近い方が残るってことですよね。へー、すごい、そういう研究をねしたと、銀賞をいただいたと。それはもらうよね。っていうか私本当に自分がこういう自由研究の発想がないので、そのこういう研究をしようって浮かぶ、頭に浮かぶのが私はとにかくすごいと思うわけですよ。だって研究ってさ、みんな研究してた？これ男子は得意なのかな？男子が研究得意なのかな？結果が分かるってもいいんだよ。結果が何？結果が、まあ、大体予想できてても方法論の方が大事なの？結果よりも？あ、ちょっとほら夏休みの宿題で困ってる僕たち、結果じゃなくてね、その研究をどうやってやろうかって方法も大事なんだって。今おばちゃんいいこと言ったからね、3回言ってよ、大事なことだから常識が間違ってる場合もあるし、うん、やってみてうまくいかなかったらそれは違うんじゃないかっていう研究もありなんだって。聞いた今、すごい。川に塩分なんてあるわけないと思うじゃん。確かに川に塩分なんてあるわけないと思うもんね、うん、思う。近くの川の水取ったらなんか塩分、近くの川の水も取ったら白いものがね、白い塩だぞこれみたいな、塩があるってその発見だよねちょっとこのテレビ見てる小学生の僕たち、私たち聞いた今、ぜひこれ ぜひ研究に使ってみて。なんかそういう知恵を小学校の時に聞きたかった今更本当に研究とかそういうことですよね、うん、いいね。そうなんだ、なんか私本当に夏休み、この夏休みの宿題ね、
いやいやながらも何か頑張れたっていうのは、私自分でお題出しておきながら、私は本当になかったの。いやい研や、究っいていうのやいや。からダメなんですよ。じゃ研究じゃなくて何なの？研究っていうとすごい大それたものに感じるじゃん、ね。研究だと大それたものだよね。違うんだよ。研究なんかじゃないんだよ。研究なんかは、研究って言葉じゃないんだって。なんて言えばいいの？子供に研究やるってできるわけないじゃん。できるわけない。うん、何か発見しろってこと？うん、何でもいいから、当たり前のことでいいから、とりあえず自分のオリジナリティでいいから、ちょっとでもいいから発見があったらそれをやってみるわけ。何でもいいからね、当たり前のことでもいいからね。研究っていうのは自分のオリジナリティだって。負担はかけすぎ。研究じゃない。そう、研究って言葉難しいもんね、うん。研究なんてそんな難しいこと言っちゃうからダメなんだよ、大人。だって。今プロデューサーが言ってた。先生がダメ。それはちょっと言えない。声だけ聞こえてるかしら。あのイヤホンで聞いてください。そうなんだ。なんかそういうの聞きたかったね。私本当に宿題苦手だったから、読書感想文とかまあ頑張るけど。だから自由研究の自由だっけ。そう、自由でいいんだよ。自由を調べる。そう、自由を調べる。そっか、夏休み入ったみんな、ぜひ自由って何かを調べてみてください。君の自由は何だろうね、うん、いいねこの研究。そうだよ、ねえ、うん、そうか、なんかもし、もし今、あの今宿題出ても困るけどもし宿題やるとしたら、ちょっと自由研究、いわゆる自由研究が、宿題が楽しくできるかもしれないってちょっと今なら思える。なんかだって今宿題すごい多いんでしょ、学校、小学校ね。だって1年生のってさ、朝顔の観察、朝顔だよね、観察しなきゃいけないのね。え、日記も書いたりさ、すごい大変だよね。朝顔だってさ、観察するからダメだ。朝顔はね、観察するからダメなんだって。なんでどうやったら朝顔を開くところを 見ることができるかっていう研究でもいいじゃん。どうやったら朝顔が開くところを見られるかっていう研究もあるんだって。朝早く起きればいいのもんね。それは私でもわかる。うん、そうか、何時に、例えば5時に起きたら間に合わなかったとか、うん、4時半に起きたら間に合ったとか、そういうことだよね。そこを暗くしたらさ、うん、開くの遅くなるんでしょ。暗くしたら開くの遅くなる。なんかちょっと待って、今言いながら私頭がパンクしそうなんだけど、どうしたら見れるかっていう。そうだよね、そういうことだよね。心も考えるんだよ。だってこれ1年生、小学校1年生のみんな見てるかな。見てないよね。見てないよね。ぜひね、朝顔の研究、あ、お母さんたちに見てるかもしれない。そういう研究が自由研究だよ。暗くしてみました、暗くしてみましたとかね。ガムの袋っていうか入れ物をかぶせてみました。何の入れ物？ガム入ってる入れ物あるでしょ。ガム昔ほら今ないのか。何ガムの入ってるもんって何？何でもいいんですよ。うん、鞘みたいな、鞘みたいのをねかぶしてね、どうなるかとかね、うん、やってみたらいいんだって。ねえ、なんでもっと早くそういうの教えてくれなかったんですか。そうね、うん、そうね。だから朝顔を開くところを見れるグッズ開発でもいいじゃん。朝顔を開くところを見れるグッズ開発、うん、すげえ。特許取っちゃったり、これ言えないよと、早口言葉だよ。特許取っちゃったりして、特許取っちゃったりして、だって何でも。いやだ、ちょっと今だ。そうか、ちょっとこれもし見てるお父さんお母さん言ったら、これ小学校の子供たちに見せてあげてください。こうやって宿題ってやるんだってって教えてあげて。いいこと聞いたね、夏休みの始まりにね。あ、私が知りたかったな、小学校の時に。アントさんありがとうございます。ちょっとふてくされちゃうね。いいなーなんてね。でね、これはね、いつもありがとう、ずんどこべのじょさんからいただきましたよ。あのね、ずんどこべのじょさんはね、宿題はさっさと終わらせる派で、工作観察系自由研究は一人で黙々とこなしていたそうです。すげえな。あとね、宿題じゃないけど真面目にやったのはね、ラジオ体操だって。わかる、通ったよね、昔スタンプねもらいましたよね。今あってラジオ体操あるの？あるよ。やってます。毎日やってんのかな。なんか聞く話になると、夏休みの最初と終わりのなんか1週間ぐらいって聞いた、そういう地域もあるって聞いたけど、本当ずっとやってるとこってあるのかな。休みの週もあるね。なんか休みの週って何？平日？ラジオ体操が夏休みってこと？うん、ああ、それお盆の時とかってことなのかな。へえ、今やってるのかな。やってはいるんだよね。スタンプとかもらえてんのかな。なんか昔ちゃんと解禁書、ラジオ体操休まないで言ったら鉛筆とかもらえた。なんで笑うの？
30年前、35年前はなんか鉛筆とかなんかもらえませんでした、そんな皆勤賞だとね、一日も休まない人とか、まあ、だから何回が休んでいいのあったかもしれないけど3日ぐらいだったのかな、わかんない、とにかくね休まないで行くと最後の日にねスタンプ全部押したりとなんかもらえた記憶がある。でえまた鉛筆かみたいな失礼だよね、あハンコ押してた人ですね、へえ、なんかそうそうそういう思い出はある。で第二ねラジオ体操第三があるって本当？本当？あ本当なんだ。第二は知ってる。第三あ言われちゃった。第三があるって聞いて今やれって言われたらじゃあできます？無理無理無理。今ねあのこの後6時からやるアキラさんに聞いてみたんですけど。普通の人はできない。普通の人はあ何テンポが早いの？アクロバティックな？知ってる？ラジオ体操第三。私は聞いたことはあったけどらしいってだけで本当なんだ。だから僕にはできない。あ僕にはできないんだ。第三まであるんだって。でもね。第4はあるんですか？第4はないらしいけど第3はねアクロバティックなんだって。ちょっと後で YouTube で見てみようかな。そうなんだ。第4 そうなんだ。知ってる人ね、もしさこれこのヤイズ TV 見てる人第3できるよって人は動画撮ってさヤイズ TV に送ってくださいよ。青木さんはきっとうまく編集してくれるはず。ハードだった。そうなんだ、知らなかったよ。ちょっと後で見てみよう。そう聞いたことはあるんですよ噂を。そうなのね。高齢者にはあれ電電体操は電電体操何体操電電電電電電体操何電電電体操電電体操って何電電虫の電電カタツムリのこと、うん、わかんない何それ詳しくもうちょっと詳しく教えてください。ライオンあったか。ライオンあるの？あるの。何？ライオンにね、ライオン YouTube にね、ラジオ体操ライオンがあるんだって。そうなんだ。介護施設行くと電電体操もある。介護施設行くと電電体操がある。一緒に踊あのやったもん。ゆっくりした体操ってことですか？おじいちゃんおばあちゃんができるような。へえ。確かエスパルスのなんとかちゃんが出てきたけど。パルちゃん？そうなんだ。ちょっと本当に知らない。ちょっと後で見てみよう。第2までは完璧に私体操ができます。第3はできないのでちょっと後でゆっくり見てみよう。皆さん見てみてください。もうこんな話したら終わっちゃった。終わっちゃうね。まだいいかまだいいか。なんか今ちょっとこの画面の向こうで YouTube 見てる方いるんですけど中国のね雑技団とかそういう人たちがやるレベルだそうです。それはにラジオ体操第3だから日本の体操だもんね。そうなんだ。じゃあエグゼールとかがやる体操なのかな。そうなんだ。なんか来たよ。なんか来ました。ちょっと今だってここで見たら画面の向こうの人に申し訳ないけど静岡でんでん体操ってでんはひらがなででんでんのでんはひらがなででんでんのでんね後ろ側が伝達のでん電電体操っていうのがね皆さんよかったら静岡静を象は伸ばすのこのからねなんとかからの静岡電電体操でってことはこれ静岡の体操ってこと？そうなんだ知らなかった。じゃあ静岡県民これみんな知ってた方がいいってことじゃん。介護施設はみんな知ってる。介護施設は知っていやだ知らないこといっぱいあるね。静岡電電体操って名前がつくってことはあそう立位編立ってやるバージョンと椅子使用編とか書いてある。ぜひ皆さんこれ YouTube 見てみて電電体操静岡で検索すると出てきます。面白いちょっとこれ後で見ようねえ。まだまだ静岡のことみんな全然知らないね。ちょっと反省これからもちゃんと静岡のこと勉強します。さあそんなこんなで時間になりましたので次回がこのミカラジ TV は8月のお届けで、あ、カレンダーがない。8月の第3いつだ ?8 月の第3火曜日が20、8月の20日火曜日17時半からのお届けです。このあと18時からはアキラのようこそ八本で引き続きアイズ TV でお楽しみください。それでは、来月またお会いしましょう。ミカラジ TV でした。
愛なら。